中堅ぐらいはあってもいいけど、ベヨネッタ正直、まあ、トップ50ぐらいあってもいい。フンヌラバー、栗田良寛、もしかして。タイムの発動が遅い。来た、間違えた。アイシールド21はガチでおもろいぞ。ちなみに一番おもろいまである漫画の中で。アイシールドはマジで読むべき。でも2度もうクソほど言ってるけど読むべき。マジでおもろいから。最強キャラ高すぎ高すぎ。綺麗に入っていった。火力はガチでいかれとるからな、ね、普通に。火力勉強しよう。普通のキャラを翔谷王平ね。もうね、着地付けは全部崖で完成すればいいんで。あと移動回避したらね、移動回避の着地好きになるんで。あー、いて。パンチ。はい、強化アップデート。お疲れ様です。高いよこれ。俺はとりあえず帰ろう。圧倒的火力さすがに強い。ダメです。バットウィズインはマジで強い。これはマジ優遇されてる。
ほい。きた。はい。あ、うまいずらしが。だが俺は帰る。ジャンプありません。まあベヨネッタみたいなキャラはなんかこいつ使ってるだけで楽しいから、なんかまあなんかファン向けのデザインとしてかなりおもろいからいいと思うけどな。こいつやっぱね強くない、こいつが強キャラの世界線は良くないよやっぱり。この今ぐらいのねキャラランクがちょうどいいんだってこいつは。まあてか今でもね、まあ普通に戦える、まあ、中堅ぐらいある、まずトップ50ぐらいあるって。うまくね？バレットアーツの使い方。出なかった。さよなら。これがマジで強い。あーそんなバカな。バカ火力、バカ火力。強いけん。え、やってるやってる。ああ。